はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。この度ですね、徹底基礎講座数1と数2の2講座を開講しました。この講座はですね、ゼロからどの大学にも通用する数学力をつけるという内容になっていまして、もう受験で数学を使う全受験生に見てほしいものですね。でですね、これから高校数学を学んでいくにあたって、いろんな悩みが出てくると思うんですよね。その悩みの中で代表的なものの一つとして時間が足りないというのがあるんですね。要は試験の時間内に数学は解き終わらないと、あと3問あと5分あればその残り3問解き終わったのにみたいな状況ってよくあるんですよ。今回話すトピックはですね、そんな悩みに今すぐ使える特効薬、それをね解説していこうと思います。ちょっとしたコツでですね、もう1時間の試験だったら5分10分とで時間を短縮できると思うので、ぜひですね最後まで見てほしいと思います。ちょっとですね、ある意味ではサンプル動画にはなってしまうんですけれども、でも本当にこの動画を見てもらえれば、もう本当に明日から、今この瞬間からでも使えるちょっとしたコツ、そのコツで数学を時短してほしいなというふうに思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それでは例題1の2、整式の加減やっていきましょう。はい、この問題ですね、中学生の延長線上にあるので、ポイントだけパッパッパッというふうに話していきますね。で、高校の中で大事な内容っていうものをしっかりとかいつまんでいきたいと思います。はい、A、B、C がそれぞれこのように与えられているとき、次の計算をせよ。括弧1、A-2B と。はい、これは大丈夫ですかね。A と B にそれぞれこの与えられている X と Y の式を入れると。はい、入れました。で、次に何が必要かというと、このマイナス2っていうものをしっかりと展開するわけですね。だからマイナス2をそれぞれにかけていくと。この2倍してマイナス符号を逆転させると。そうするとこれプラス 4x2 乗。これちゃんとマイナス 6xy と符号をひっくり返すのを忘れないように。割とですね、意識してるときは当たり前じゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、意外とですね、ケアレスミス、こういうところマイナスをプラスにしてしまうっていうことがよくあるんですよ。だから、意識したら当たり前じゃんって思うことをケアレスミスしてしまうのであれば、意識をするっていうことが大事なんですね。僕はいつもですね、これよくしてたので、もうマイナス括弧っていうのがあったら、マイナス括弧意識しないとっていうのを常にやってました。それでケアレスミスが減っていきましたね。で、あとは同類項をまとめる。x2 乗の項。あと、xy の項がマイナス 7xy。y2 乗の項がマイナス 3y2 乗と、こういう風になると。はい、完成というわけなんですけど、これですね、こんな時間かけてちゃダメですね。実際の答案だと、はい、例えばですけど、ここカットできますね。なぜかっていうと、マイナス 2b って見た瞬間に、はい、これマイナス2かけていけばいいんだから、もう4、これそのまま書き写さずに 4x2 乗を引く 6xy 引く 4y2 乗っていう風に書けばいいじゃないですか。この一行書くのってだいぶ時間かかるんですよ。これいらない。飛ばす。なんならですね、これもいらないんですね。いや、これ書いて同類項を求めないとわかんないでしょって思う方もいるかもしれないんですけど、これは書きたい人は書いてもいいかもだけど、時間的に無駄。要は結構ですね、センター試験とかもそうなんですけど、時間との勝負になってくるんですね。もうセンター試験じゃなくて共通試験に変わりましたね。共通試験も時間との勝負になってくると。そんな中、一行これを書くだけでも結構な時間のロスになってしまう。で、それがどんどん積み重なっていくと、かなり時間的にも厳しくなるので、一個一個、ちゃんと削れるところを削る。そういう一歩一歩の積み重ねが大事になってくると。じゃあ、ここでどういうふうに削っていけばいいのか。はい、意識すればいいことは一つですね。はい、同類項単位で意識すると。はい、A と B、これですね。よく見てみると、x2 乗、xy、y2 乗と、その、3種類の項しか出てこないなっていうことが、パッと見てわかるわけですよ。だったら、順番にですね、x2 乗の項はどうなるかなっていう、xy の項はどうなるかな、y2 乗の項はどうなるかなっていうのを順番に見ていけばいいわけなんですね。a-2b はって言ったら、これの1倍、これそのまんま、引く 2× これっていう風に、一個一個見ていけばいいんですよ。じゃあ、x2 乗の項はって言われたら、1、引く 2×-2 だから1たす4で5だなと 5x2 乗って書く。次、-1引く 2× これだから -1 引く6だから -7xy って書く。こ
これ y2 乗引く 2×2 だから 1-4 でマイナス3だなと一発でできますね。暗算でできるというわけなんですよ。こうやって同類項単位、この x4 乗の項はどうかなとか、いろいろ、まあ、その出てくるであろう項を想像しながら、この項はどうかな、この項はどうかなって一個一個確認していけば、各量がですね、一気に減らせる。これだけでですね、割と時間短縮できるんじゃないかなと思います。括弧にも、もうですね、3a プラス 2b 引く c。これをですね、ABC、まずこれ全部ガーって書き並べてっていうだけで、それをさらにこれ計算してとかなると、かなり時間かかるんですね。だったらもう、これ、こっちもですね、C 自体も XY、X2 乗、Y2 乗しかないわけだから、暗算でやっちゃいましょう。はい、まず X2 乗の項を考えると、3倍して3足す2倍だから、3引く4でマイナス1引く C。だから、マイナス3をマイナス1倍で、マイナス1足す3で2ですね。2X2 乗と。もうこんな感じで暗算できますよね。これ、XY の項はって言ったら、マイナス1の3倍で、マイナス3。プラス3の2倍で、プラス6。マイナス3足す6で、3、引く1。だから、2か。はい。で、あと、Y2 乗の項は、1の3倍。3、足す 2×2 で、4。3足す4で、7。引く、マイナス4で、足す4になるから、足す11と。こうやって時短する。今、丁寧に 3×2 はとか 3×1 はとかで足して何でとかっていう風に説明したんですけど、それは頭の中でパッパッパって処理していけば、もう瞬殺できると。こういう途中式を書くと、ミスは減るかもしれないけど、ミスが減ることは全てじゃないんですね。ミスを減らすのと、解ける速さを速くすると。それを両立していかなきゃいけないわけですね。だからまあ自分の計算能力だったりっていうのを見ながら、減らせるところはちゃんと減らしていくっていうことが重要になってくるわけですね。じゃあ次に括弧3ですね。はい。これもですね、かなりよくある話で、まあこれについて、まあ A、B、C がこれ、まあこのこれをそれぞれこのまま代入すると。このまま代入する。これはね、できるっちゃできるんで、まあその、やってもいいんですが、単純に時間がかかるっていうことですよ。つまり、これをきれいにしてから、一旦この状態できれいにしてから、最後に ABC を代入していくと。その順番ですね。じゃあ、実際きれいにしていくと、これもですね、割と暗算でもできるっちゃできるんですね。なるべく減らしていく。まあ、これを、まず、マイナス2括弧。で、この括弧の中身、3A たす 3C。引く B プラス C と。うん。で、それぞれ括弧を外すと 2a たす 6c 引く、これ 6a 引く 6c 引く、足す 2b 引く 2c みたいな。まあ、ここで 3c たす c で 4c にしてマイナス 8c っていう風にしてもいいですが、で、あとは、マイナス 4a 同類項をまとめると、足す 2b 引く 2c なのか。っていう風にここまで持ってきてもいいんですけど、まあ、これをずらーっと書いていくのか、まあ、ある程度楽をするのか。例えば A、B、C しか出てこないわけだから A はって言ったら 2A と 3A-2 でマイナス 6A だからマイナス 4A で確定する。 B はって言ったらマイナス B かけマイナス2だからプラス 2B で確定する。 C はって言ったら 6C と、まあ、これ 3C 引くプラス C だから 4C か引く2倍、その2倍だからマイナス 8C、 6引く8でマイナス 2C っていう風に A、B、C って高単位に考えていけば暗算で簡単にできますよねっていうこと。何に着目していけばいいのか。見るとこだけ見ていけば、パッとこの行全部いらないんですよ。こうやって、しっかりとスピーディーに解くためのコツっていうものを押さえていくのは必要かなと思います。で、あとはですね、このマイナス 4a プラス 2b-2c に ABC この式を代入していけば終わりと。はい、どういうふうに考えていくかというと、まあ、いろんな方法があってですね、例えば普通に入れていくっていうのもありますし、一旦マイナス2でくくるっていうのもありかなと思います。これを減ることによって簡単にこれ入れやすくなるんですね。x2 乗の項はって言われたら、まずこれの2倍と引いて足すだから、2引く2をマイナスするから2足す2で4。c だから足す c だ。マイナス3で1か。そのマイナス2倍だなっていうふうに思えばマイナス 2x2 乗。次、xy の項はって言ったら、この2倍だから、マイナス2、引く3、マイナス5、足す1で、マイナス4と。そのマイナス2倍だから、足す 8xy と。で、最後に y2 乗の項ですね。y2 乗は、これの2倍。2、引く2、足す、マイナス4か。だから、0引く4で、マイナス4のマイナス2倍だから、プラス 8y ですね。プラス 8y2 乗と。こういう風になるわけですね。はい。ということで、
なるべくですね、書く量を減らす。もうこの、こういう風に全部丁寧に書いてたら、どれぐらいの行になるんだっていう感じですね。どれだけの行になるのかっていうのと、計算量とか、まあ結構時間かかるところを頭の中でなるべく簡略化していくっていうことが、今後のね、勉強で意識しなきゃいけないことなので、ぜひですね、まあそのコツも話していくので、一個一個ものにしてもらえたらいいなと思います。ということで、例題1の2以上です。はい、それでは練習1の2始めていきます。必ず自分で解いてみてから、この解説動画を見てください。はい、まずカッコ1から。A-B プラス 3C。まあ、この問題ですね。パーッと見たときに、項として何があるかなっていうふうに見ていくんですね。まあ、全部書いていかないと。そうすると、X3 乗、X2 乗、Y、XY2 乗、Y3 乗っていうものがあるなっていうふうに。まあ、その4種類ですね。その4種類あるわけだから、それを一個一個項として見ていくと。そうすると、まず X3 乗の項。A-B たす 3C。これの1倍と、これのマイナスと、これの3倍っていうものを足し合わせておけばいいわけだから、X3 乗はマイナス2なくて、この3倍。マイナス2たす9で7と。7X3 乗。じゃあ、X2 乗 Y の方はって言ったら、4、引く1だから3、足す、この3倍だから、3引く6でマイナス3と。次、XY2 乗の方はって言ったら、これなくて、このマイナス1だから3、これないか。だから3だけ。で、次、Y3 乗の方ですね。5Y3 乗、5、引く2、だから3で終わりと。足す 3Y3 乗と。こんな感じで、同類項だけ見ながら計算していくと。そうしたら暗算でできるわけですね。まあ、書く量が減るっていうのがすごく大きいわけなんですよ。じゃあ次、カッコ2ですね。カッコ2は、まずこれをそのまま代入するんじゃなくて、きれいにしてから入れましょうというわけなんですね。で、これも、順番に、項別に見ていくと、暗算ができると。まず A から見ていくと、2A-A があって、A の1倍の2倍、マイナス2倍だから、マイナス2足す 3A だから A と。次 B は、マイナス1、マイナスマイナス3だから足す3で2になって、かけマイナス2でマイナス4と。マイナス 4B。で C はって言われたら、このマイナス 3C だけですね。こんな感じで、パッと、項別に見ていけば問題なくできるはずです。じゃあ、あとは、一個一個入れていきましょう。まあ、あとはもう以下省略ですね。X3 乗は、マイナス2、引く9か。で、マイナス11。X3 乗。で、次、X2 乗 Y は、4、引く4で0、引く、マイナス2かける3だから、プラス6になるのか。足す 6X2 乗 Y。で、XY の2乗は、これで、これか。これだけ。マイナス4倍で、プラス 12XY2 乗。で、Y3 乗はって言ったら、5-8 になるのかな。で、マイナス 3Y3 乗と。これでパッとできるわけなんですね。じゃあ、カッコ3。はい、今度分数が出てきました。分数が出てきたときに、どういうふうにすればいいかというと、まあ、通分ですよね。通分。で、6分のっていうふうにやってあげることによって、ここでですね、このマイナスをミスらないことが大事。はい、これもですね、一応、かける2とか、軽く頭の中で入れていくと、カッコで。かける2っていうか、まあ、分母分子にかける2ですね。分母分子にかける2とか、分母分子にかける3っていうものを、軽くメモったりしておくことによって、暗算でできますね。そしたら、4a-a-3a で、a はないと。a は0と。まあ、一応0って書きますね。普通は書かないけど。で、b はって言われたら、2b 足す b 3b 引く 3b で b も0と、はい、b 一応書かないけど一応書きますね今回は。で次マイナス 2c でこれマイナスマイナスでプラス 2c プラス 9c だから 9c かこういう風になるわけですね。はい、ということで2分の 3c と暗算でできるわけなんですよ。これ6分の 4a 足す 2b 引く 2c とかずらーって書いてっていう1行の手間を省けるというわけなんですね。A だけを見る、B だけを見る、C だけを見る。ここで必ず分数の場合もマイナスは注意。こっちにもこっちにもかかってくるよっていうのはよくあるミスで僕も中1の時よくやってたと。こういう分数の前にマイナスが出てきたら常にですね、頭を、あ、これ注意しなきゃなっていうふうにですね、そういうふうに持っていくということが必要になってくるわけですね。そういうことによって僕のケアレスミスはなくなっていったので、一個一個しっかりと
注意を向けてあげる。これがすごく重要なわけですね。あとは2分の 3C。これ普通に2分の3倍すれば終わりです。2分の 9x3 乗引く 3x2 乗倍か。はい。もう、この1ページで終わってしまうんですよ。うん。これをなるべくですね、目指して。まあ、これを目指さなくて自分の計算能力的にもうちょい書きたいなっていう方は、もう一歩ですね、もう一個前のところ書いてもらってもいいんですけど、なるべく減らせっていう、減らす方向に持っていくっていうことを意識して、自分の、まあ、なるべくミスしない範囲の限界のところまで、頭で処理するとか、そういうスピードを意識してもらったらいいかなと思います。ということで、演習 1-2 以上です。